皆様こんにちは、内閣官房の、子ども家庭庁設立準備室、参事官をしております鍋島と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私の方からは、来年4月に設立されるんですが、子ども家庭庁におけます、取り組みでありましたり、来年度の概算要求につきまして少しお話をさせていただければと思います。資料を入れておりますので適宜ご覧いただければと思います。最初に子ども基本法についてお話をさせていただきます。2ページご覧いただければと思います。子ども基本法の概要を入れさせていただきました。この法律は、さまざまな法律に基づいて、国の関係府省でありましたり、自治体の皆様の方で進められてきました子どもに関するさまざまな取り組みを、構図にあたりましての共通の基礎となるものとしまして、子ども政策の、基本理念や基本となる事項を明らかにすることによりまして、子ども政策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な基本法になっています。自民党と公明党の、皆様から議員立法として提案されまして、今年の通常国会におきまして与野党を超えた賛同を得て成立したものであります。3ページに成立の時の経緯を書かさせていただきました。多くの党の皆様にご賛同いただきました。6月に交付されまして、来年の4月に施行という形になっています。4ページ5ページに、法律の目的とか提案者の方々、議員立法でありますので、提案者の方々の趣旨説明を記載させていただいています。6ページをご覧ください。この法律において、子ども、これはひらがなで子どもと書かさせていただくんですけれども、心身の発達の過程にあるものとしています。これは子ども家庭庁の設置法と同じでありまして、特定の年齢で区切るのではなくて、子どもが若者となって円滑な社会生活を営むことができるようになるまでの一連の過程を指しています。黒いひし形がありますが、子ども施策とは、子どもに関する施策と一体的に講ずべき施策の2つからなります。まず子どもに関する施策ですが、子どもの健やかな成長に対する支援や、子育てに対する支援をしたる目的とする施策になります。具体的な例が、第2項のですね、1から3号に法律上は列記されております。次に一体的に講ずべき施策なんですが、これは主たる目的は子どもの健やかな成長ではないんですけれども、子どもに関する施策という形で国民全体の教育の振興などはこれに当たります。7ページにもありますように、子ども施策につきましては教育政策をはじめ幅広い施策が含まれます。なお国民全体の教育の振興につきましては憲法の精神にのっとり教育法を頂点とする教育法の体系の下で行われます。子ども基本法の目的基本理念につきましては教育方法第1条に定める心身ともに健康な国民の育成という教育の目的と通ずるものとなります。教育に係る個別採用法の運用にあたっては憲法や児童の権利条約の趣旨と合わせまして、子ども基本法の趣旨が考慮されるべき旨を徹底していくことが求められてまいります。8ページからは基本理念について書かさせていただいてます。第3条のこの1号から4号までなんですが、児童の権利に関する条約のいわゆる4原則の趣旨を踏まえて規定されています。5号、6号につきましては子育てに関する規定になります。9ページに参ります。第1号は児童の権利条約の差別の禁止の趣旨を踏まえたものになります。第2号は同条約の生命生存及び発達に対する権利の趣旨を踏まえたものになります。教育基本法の精神にのっとり教育を受ける権利が、受ける機会が等しく与えられる旨も規定されています。10ページをご覧ください。第3号につきましては児童の権利条約の第12条の児童の意見の尊重の趣旨を踏まえまして、子ども自身に直接関係するすべての事項に関しまして、年齢や発達の程度に応じて子どもの意見
表明、機会の確保が規定されています。11ページをご覧ください。第4項ですが、子ども自身に直接関係する事項以外のことであっても、子どもの意見が年齢や発達の程度に応じて尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるということが規定されています。12ページをご覧ください。第5項なんですが、子育てに対して社会全体として十分な支援を行うこと。第6号は、子育てをする者、しようとする者が子育てに伴う喜びを実感できるような社会環境の整備がそれぞれ大事だということが規定されています。13ページ、14ページはちょっと飛ばさせていただきまして、15ページになります。政府は、子どもの施策を総合的に推進するために、子ども大綱を定めることになります。また、次の16ページ、17ページにあるんですが、都道府県、そして市町村の皆様は、それぞれ子ども計画を策定する努力義務が今回発生しています。18ページをご覧ください。第11条なんですが、国と地方公共団体に対しまして、子ども政策を策定、実施、評価するにあたりまして、子どもや子育て当事者などの意見を幅広く伺って反映するための必要な政策を講ずることが義務付けられています。ここでいう地方公共団体には教育委員会の方も入ります。この基本法が施行された来年の4月以降は、教育委員会が行われます政策についても、子どもや子育て当事者等の意見をこれまで以上に反映させる措置を講じていただく必要があります。19ページをご覧ください。19ページの一番下の四角、3つ目の四角になりますが、子どもの意見を反映させるために必要な措置は、その施策の目的等によって様々であると考えられます。例えば、子どもや若者を対象としたパブリックコメントや、審議会等への委員になっていただくなど、子どもや若者の参画の促進、そして子どもや若者から直接意見を聞く仕組み作りの場、仕組みや場作りなどが考えられます。20ページをご覧ください。上から2つ目の資格、仕方ですが、具体的にどのような措置を講ずるのか、どのような頻度で意見を聞くのか、子どもの意見をどの程度反映すべきなのかなどにつきましては、この施策の目的等に応じて様々であると、一律ではないと考えられます。したがって、その次の3番目の仕方ですが、子ども施策を決定する主体、地方教育行政の方々におかれましては、教育委員会になりますけれども、当該施策の目的等を踏まえて、子どもの年齢や発達の段階、実現可能性などもしっかり考慮しつつ、子どもの最善の利益を実現する観点から、施策への反映についてご判断をいただく形になります。なお、子どもの最善の利益を実現するという観点から、他の考慮要素と比較考慮して合理的に判断した結果ですね、子どもの意見とは異なる結論が導かれるということもあり得るのではないかと思います。21ページをご覧いただければと思います。子どもからの意見聴取にあたってはなんですが、子どもが意見を言いやすいような環境づくりでありましたり、子どもの声を引き出しやすいようなファシリテーターのような役割も非常に重要となると考えられます。子どもから、聴取した意見が施策に反映されたかどうかについて、子どもたちにフィードバックすることや、広く社会に発信していくということも望まれます。子ども家庭庁において、今後、これ来年4月以降発足しますけれども、今後、国や地方公共団体の取り組みを流していくということを考えております。以上、主に教育委員会の皆様に特に関係する部分を中心にお話をさせていただきました。今後、内閣官房におきまして、様々な機会を捉えて、関係者の皆様をはじめとしまして、多くの方々にしっかりとご説明をして、必要に応じて、今回掲げさせていただきました資料をもう少し充実をさせていただいたりとか、補足的な資料を作成したりしまして、ご理解をいただきながら、このような取り組み、子どもを真ん中に据える取り組みが進んでいくように取り組んでまいりたいと思います。国の方でも、内閣官房だけではなく、
内閣府の子ども子育て本部の方々でありましたり、文部科学省の方々でありましたり、厚生労働省の方々でありましたり、関係する皆様とよく連携をしながら取り組みを進めてまいりたいと思いますので、皆様におかれましても教育の関係の方々、福祉の関係の方々、青少年部局、子ども部局の方々、さまざま行政の中でもいらっしゃったりするかと思います。どうぞですね、今でもご連携を進めていただいているかと思うんですが、子どもを中心に置きまして連携を進めていただけますと大変ありがたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、就学前の子どもの育ちに係る基本的な指針につきまして少しお話をさせていただきたいと思います。だいぶちょっと飛んでしまうんですが、30ページ、ご覧いただければと思います。就学前の子どもの育ちに係る基本的な指針の検討状況についてお話します。昨年令和3年12月に閣議決定いたしました、基本方針におきまして、子ども家庭庁では、幼稚園保育所等に通う子どもたちでありましたり、いずれの施設にも通っていない、未就園という言い方もしますが、乳幼児を含む就学前のすべての子どもたちの育ちの保障を担っていくという観点から、幼稚園、保育所等、家庭、地域を含めました就学前の子どもの育ちに係る基本的な指針、過去仮称ですけれども、新たに作成するということを考えております。この指針は、来年4月の子ども家庭庁発足後、速やかに、子ども家庭審議会、これも新しく作る、できる審議会ですが、そちらでのご審議を踏まえまして、できるだけ来年度速やかに閣議決定をしてお知らせをしていきたいと思っております。他方ですね、子ども家庭庁のこの来年4月の発足を待たずに、準備を進めていく必要もございます。今年度できる取り組みとしまして、この設立準備室の方では、現在指針作りに向けて、有識者の方々からなる懇談会というのを7月に立ち上げさせていただきました。ヒアリングを行ったり、さまざまご意見を伺いながら、この新しい指針作りの基礎的な検討を今年度進めてまいりたいと思います。検討の状況としましては、7月の12日に第1回の会議を行いまして、今後、7回ぐらいの会議を行ってですね、ヒアリングでありましたり、さまざま関係省庁の方々からのご意見なんかも伺いながら、今年度末には、簡単な素案という形で一定の取りまとめを目指してまいりたいと思います。会議自体は公表して行っている会議でありますので、内閣官房のホームページなどに資料でありましたり議事録等を掲載したいと思いますので、ご覧いただければと思います。当指針はですね、子どもの育ちに関わるすべての方々に共有してもらいたいということを考えています。策定できましたら、その内容を関係する方々だけではなくて、子どもたちの成長を支えてくださるすべての大人の方々に届けることが大事だと思っておりますので、効果的な、周知、SNS 等を活用した取り組みなどですね、さまざまな普及広報を行っていきたいと思います。こちらにつきまして、来年度の、令和5年度の概算要求においてもいくらか盛り込ませていただいているところですので、なんとかそういった取り組みを進めてまいりたいと思います。次に、いじめ防止対策についてです。32ページをご覧ください。いじめ防止等の対策につきましては、いじめ防止対策推進法がすでにございますので、こちらに基づいて主として学校でありましたり教育委員会、そして文部科学省の方々による取り組みが進められてきています。今後、来年4月に発足する子ども家庭庁におきましては、子どもの権利利益の擁護を担う観点から、子どものいじめ防止等の対策を、一緒に担わせていただく形になります。いじめの問題につきましては、言うまでもなく、学校内だけではなかなか解決が困難で、場合によっては警察の方々、そして児童相談所の方々、法務局の方々など、関係機関との連携が必要なケースでありましたり、学校や教育委員会になかなか相談がちょっとしにくいなというようなお子さんなんかも、いくらかいらっしゃるんじゃないかと思います。このため、子ども家庭庁できましたら、地方自治体のにおけます相談体制の充実などに取り組むことと考えています。また、
重大事態の調査というものが行われる際には、第三者制の確保でありましたり、運用等の改善に文部科学省とともに取り組むことを考えております。重大事態、今年間大体500件ぐらいあると伺っておりますので、自治体の方々とよく連携を取って、そういった取り組みができるだけ少なくなるような取り組みを進めてまいりたいと思います。子ども家庭庁、できましたら、子ども真ん中というような発想のもとで、文部科学省の方々でありましたり、関係府省の方々とよく連携をして、いじめ問題に多くの方々が関わっていけるような体制を作ってまいりたいと思っております。特に教育委員会の方々におかれましては、今後の子ども家庭庁におけるいじめ防止等にかかる取り組みに、ご留意をいただきまして、ぜひですね、区部長部局の皆様でありましたり、関係機関と密接に連携を取っていただきまして、社会全体でいじめ問題に取り組んでいただき、なんとか子どもたちを守っていくような取り組みを一緒に進めさせていただければと思います。最後に、子ども家庭庁の来年度の概算要求について一言申し上げます。34ページから何ページか入れさせていただきました。特に36ページの方にそのポイントというのがあるんですけれども、さまざまな子ども家庭庁できましたら、さまざまな取り組みを進めてまいりたいと思いますので、先ほどの就学前の指針でありましたり、いじめも含めました、いろんな現段階で考えております内容を公表させていただいてますので、こちらの方もご覧いただければと思います。子どもを真ん中に据えるというような発想で、ぜひとも皆様と一緒に取り組んでいきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。